ハチだらけになる。そう、やっぱり引き算しないと足し算ばっかりは難しくて、ポッティングガーデンは特に。そうなんですね。だからその時活躍できてる主役の人だけを前に来る感じ、だけどまあ小さい鉢を増やしすぎると、いくらグリーンをいっぱい入れたとしても、やっぱり大きな鉢にグリーンを入れた方がいいね。なるほど。小さい鉢はお花かなと思ってる。あ、またポイントいただきました小さい鉢にお花、そうグリーンではない、大きな鉢に、グリーン、そう、これが鉄則ですね。それは夏も一緒ですね。夏も一緒ね、思わない、思います。そういうことです。土を隠してあげます。土を隠して、なんか防寒にもなりそうでしょ。乾燥も防げるし、あとなんかぬくぬくしたら、なんかお布団の代わりね、冬になると木を入れたり松ぼっくりを入れたりして、クリスマス前に、これは11月の最初からやってます。秋には収穫なくじゃない。秋になると山に行っていろんな実を採取しに行きます。どんぐりもそう、どんぐりを傘だけ飾っても可愛いし、まあこの松傘も可愛いし、クリスマスも使えるし、こうやって、植木鉢のポットのカバーで使えるので、いっぱい取ってきます。なるほど。この同じ鉢あともう一個あるんだよ。どこに？あっちに。これだけしかないよ。どうか拾いに行く。拾いに行く。あとでじゃあ拾いに行く。この辺の田舎どこあるかな。拾いに行く。ここでかいの。の器に向けて。それは何をしてくださるんですか？でここ上がハゲ茶瓶。ハゲ茶瓶。ここも露出してる土が。寂しいよね。寂しい。私は上がこう冬姿になる子は、下をさっきの松ぼっくりも入れたり、苔を置いたり、まあここをちょっとお化粧してあげるので、布団をかぶせてあげますね。お布団をかぶせるんですね。 そう、そのお布団は何ですか？これはね、苔ですよ。へえ。なんかない？このあたり散歩したら、あのね、でもちょっと宮本さんのなんかいろいろ見せていただいて、いや私も苔やりたいなと思って、ちょうどねいつも通勤している道端にものすごい苔が生えてるとこがあるんですよ。そういうの取ってくればいい？そう、その子はね草が生えてくるけどね、またその 草からね、こう新芽の草が出てきたらまた可愛いのよ。へえ。この人は草は生えてこないんですか？この人は売ってるものだからね。あ、草がね、やっぱ売ってる苔は生えてこない。小さいピースにして、そうピース、ちょっとこうね、そうちょっとあのこのまま入れると不自然なのでふわふわになるように少しちぎります。こういう売ってるシート状のものはね、山に取りに行ったらもっとふかふかしてるから、こんなんしなくてもね、いいけど。あ、すごい綺麗になった。そうお化粧してあげるとね、ぬくぬくとお布団をかぶせてあげるといい感じになった。あ、本当にいい感じになった、素敵。ちょっとしたことなのにすごい変わりました、もう切っちゃったの？切った。いや、これノリウツギね、花の跡を冬もこうドライになっていくのを楽しむことができる。そうなんですね。切らない方が良かった？そう、切らない方が冬姿が素敵なのよ。そういうことですね。じゃあ葉っぱ落とすだけにすれば良かったってこと？日本のアジサイは夏に花芽ができるから、花が終わったらすぐ切らなきゃいけない、ね、それはもう昔から、ね、でもこういうノリウツギとかアナベルはいつ切っても花が咲くのよ。例えば3月に切り戻したとしても花が咲くと、なのでそんなに慌てて
花をのけなくてもいいの、うん、なんか綺麗に乾燥させるとドライフラワーがここにできた感じになって、うん、素敵なのに、うん、だいたいこうイギリスとか行くとその花姿を春まで楽しんでる、うん、なるほどね、そう、わかりましたね。でこれ深植えだよ。深植えってどういう意味ですか？深植えって、根っこと上が茎が出てるよね、うん、その真ん中の茎が土がいっぱいかかってる。なるほど、うん、それはダメってこと、うん、で人間で言うとお風呂の中に口まで使った感じあの成長がねゆっくりになる。そういうことか。やっぱり高さ大事で、お冬だからさすが冬だからできるからね。今休眠してるからちょっと持ち上げましたよ。さすがすごい。でも上にいっぱい土がのかかってたから。そういうことなんですね。木から根っこがね、うん、頑張って出てました。なるほどじゃあ深く植えすぎちゃダメってことですね。そう、あのね、茎からまた根を出してくれるんだけど、うん、遅くなるよね。なるほど。そうよいしょよいしょ。さすがダイナミック。土ありますよ。じゃあ土入れましょう。それ土、うん、そもそも10センチもう15センチぐらい下だったね。植わってる位置が、うん、ね、下すぎましたか。下すぎる。やっぱり庭全体の植木鉢の中の土が高かったり低かったり一度に見えると、うん、綺麗じゃないよね。はい、だいたい 2,3 センチ下っていうのをどれもやっとけば、うん、まあ、5センチまでやね。松ぼっくりも乗せられるし。そうです ね、 ね、植えすぎたら松ぼっくりは乗せられない。そう、下すぎたら入れても入れても、ね、そうですね、土が隠れるじゃないね、うん、で中は必ず平らに入れなきゃね、うん、そうです。そうなんですね、はい、私も素手が好きです。花柄をね、はい、摘むわよ。下のところからね、はい、下からね、下からね。この前の動画では上で摘んでました、私、ね、下からね、下から摘んだ先からはここ摘んでも何も出てこないずっとあるだけ。それも死にもせず木だけ残る感じ。木だけ残ってます。木だけ残ってます。そうか、ここ下からね、うんうん、下からで何も出てこんのに水も吸わない感じね。ああそっか。そうそう、新しい花に栄養をあげて。なるほど、ね、次々ね、いっぱい咲いてもらいたいんですね。これにやっぱ美しさにかけるよ。そっか、先がない子ばっかりが見えてくるとこの子も、うん、ここのところをね、苔乗せてあげると、うん、とっても素敵になります。それ今度土高すぎます、もしかして、うん、あのビオラとかは私も結構高い方が好きなので、うん、葉っぱがねふわっと出てくるから別に私は高く植えてます。これ、うん、植木鉢がそういう形じゃないですか、うんうんうん、でなんかそれに対してビオラがちょっと背が高いやつを植えすぎたかなと思ったんですけど、うん、そういうバランスはどうですか？そんなことないと思うよ。この高さが別に問題ない、うん、あ、いいですか？もっと大きくなると思うけどね、うん、あ、横にふわっとなってきてこうなって、あ、そうなってくれたら嬉しいですけど、うん、なってくるなってくる。あ、よかったです。植えていくとちょっとおしゃれになりますよ。これはもう植えた時にね、スモーカーみたいになる。そうなんです。え、それ苔の上から下に入れてる。入れてる。苔の下に
その肥料を入れるんですね。だって格好悪いじゃんね。そうだよね。そう、格好悪いからこのハグって中に出てますけど、もうね、全然違うから。そうなんです。そうやって土の中に押し込むんですか？上からだってこれ置きたいから。今からただパラパラじゃなくて、パラパラでいいのよ。パラパラでいいの。でもなんか土がいっぱい入ってるから、水やったら落ちそうなので。落ちそう。それで押してます。そういうことですね。そしたら本当はこの季節、うん、うわーってなってて土は見えないはずの、うん、多分ね、この人はこれ線方がいいと思う。エモペって？コケ線方がいいんじゃない？ちょっとコケはしたことがない。あ、この人にはコケはしない方がいい。どうですか？うん、確かに見えなくなるかね。似合わないね。似合わない、うん、確かにそうね。さすがやっぱりこの人は本当はもっとふわーっとしてここが見えなくなってるはず、うん、はず。でもなってないってことはどういうこと？私の育て方がダメってことか。そうね、だから肥料をあげたり、うん、いろいろ、まあ、土がパンパンの中になってるのかもしれないんですけど、けどやっぱりそういうこと。そういうことね。愛情が足りてない。愛情足りてない、うん、がーん、分かりました。うん、かなりいけるはずです。土が良かった。花がらずみからね、またね。あ、花がらずみ、そこからですか。そこからですよ。やっぱりこれは毎日のお手入れ。はい。そして根元からね。種がついちゃってるじゃん。あら。私ね、あるガーデニング好きの芸能人の男の人と会食をすることがあって、たまたまなんか席が近くあって、庭が好きだからって私が横に行くことになったのね。でその人に言われたの。なんて？お庭は女性と一緒ですねって。手入れすればするほど綺麗になるって言われたのよ。おっしゃる通りでございますね。そうなん、そうやなって思った。その時の男性ってそうなんだなと思って。そう、3ポット入ってるので、うん、花ついてるよ、いっぱい。いっぱいついてる。花がつくと花がたくさんなくなる。そうなんですね。それを最近のさ、このフリフリの子って、うん、咲く始めなのか、うん、咲き終わるのか、わかんないの。つかないよね。うん。働かしにしてもおかしく見えないよね。うん。うん、はい。3ポット置いてるので、うん、この、ポットとポットを置いたこう間に隙間が空いてるから、うん、そこから光が出てくる。ムスカリですか、うん、ムスカリをその間に植えるんです、ね、うん、そしたらずっとまた姿を変えて楽しめるので、へぇ、うん、スマイルというちょっと大きめの子、これね、へぇ。それはこうやってもう植えた後でもいいんですか？あ、そうそう、いいのいいの。へぇ、はい、ちょっと分かんなくなるから一度この間間に入れてみるね。間間があるから、ビオラの株と株の間が空いてるから、うん、3つ出てるからね、うん、真ん中に2つとサイドに3箇所置きました。はあ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 。指でグニュグニュって掘って球根をギュッと入れて、どのぐらいの深さですか？もう今日は土が、うん、土でかぶるぐらい。かぶるくらい。そう。さっき出てた芽は、芽がもうかぶれて、かぶるぐらいで。芽はかぶして大丈夫なんですか？なんかね、猫がいっぱい出てくるときになんか面白い球根って踏ん張って、うん、ビューロンって上に出てくるよ。絶対これ下がグッと根が出たときにビューフってこうの上がるのよ。それが面白いよね。だからちょっと深く入れとかないと、あまりにも浅いとビューヨンって全部出ちゃうので。なるほどなるほど。そう。それでもう芽は。これは本当あの後からもできるんだけど、ビオラを植えた時はもっともっと根っこが張ってないから植えやすいので、でも季節によるね、早く植えたらダメね、12月入ってからじゃないと。じゃあ11月に、私はもうすごい忙しくて12月に入ってからのビオラ植えちゃいましたけど、11月とかに植える人は一緒に植えない方がいいってこと？植えない方がいいね。腐ったらいけないから、水やるじゃないですか、暖かかったから、うん、でももう寒かったらあまり水がいらなくなるじゃない、うん、だから球根はあのこの中に水を含んでるから水がいらないんですよ、うん、たくさんあげるとかぶっちゃって、うん、なんか綺麗に咲かない。以前にチューリップで教えていただいたのと一緒ですね。そうそう、一緒です。だ
エスカリはねどちらかというと強い方でもありますが、うん、でももうちょっと一緒に植えたから今後は、うん、ギリギリまで待ってからですからっていう意識を持ってください。はい。ちょっとはい。でこの子もお化粧をしてありますかね。またその上にお化粧するんですね。ムスカリはその上から、あ、その下から突き出てくるんですか。突き出てくるのかわいいよ。ムクムクって苔がね持ち上がってくるのよ。そしたら下から出てきて。なるほど、うん、肥料も入れてくださっているっていうことですね。でじゃあ5つ植えてたアリッサムの苗を今真ん中を抜いて端っこに移動させていただいて、で真ん中にチューリップを植えてくださるってことですね。ぎゅうぎゅう詰めだよ。おしくらまんじゅう状態。ぎゅうぎゅう詰めで入れるんですね。おしくらまんじゅう状態で入れた方が素敵になるのよ。中からねチューリップの花束ができた出てくる感じね。C5、ね、ちょっと待ってくださいね、うんうん、こんな感じで入ってる。はい。7つが真ん中のちょうど中心にあったら素敵だと思うんだけど、よいしょ。そんなにぎゅうぎゅうで入れて、うんうんもう育つんですね。なんか隙間を空けないといけないのかなと思ってました。へえ。なんか子だくさんでも育つじゃん。子だくさんでも育つ人間と一緒。なるほど。あ、ちょっと待ってよ。真ん中でも空いても意外と全然大丈夫、うん、もうこれがいっぱいになるはず。うん、真ん中は見えなくなるはず。そうだからまあ水やるときに真ん中にあまり水をやらないことを意識して。あ、はい、分かりました。チューリップは特に腐りやすい。うーん、一緒にやるとね、うんうんうん、だから、まあ、植物の根っこは酸素が必要だから、うんうん、いつもいつもあげるんじゃなくて乾いたらあげるっていう習慣になっとけば大丈夫。ギリギリでいいから。そうですね、うん、分かりました。はい、はい。でこれでも1回はこの後水やっといた方がいいですか。やる、うん、分かりました。私はまあその時苔も入れるんだけど、はい、まあこちらでもアリサムの場合はいいかな。はい、アリサムだってわーってなりますよね。なるなる。ぎっしり入れるよ。ぎっしり入れるんですね。ぎっしり入れるの。もうなんかおしくらまんじゅうしてても大丈夫なイメージで、ね、全部、まあ、今日10球しかないから20球をこの鉢の中でまんべんなく並べていきます。まんべんなく、うん、ね、まんべんなく、うん、本当はもうちょっとぎゅうぎゅうでもいい感じですか。もうちょっとぎゅうぎゅうでもいけるけど、うん、まあこんなもので大丈夫です。それ球根の向きは別に、なんかその球根って出っ込み引っ込みがあってなんか向きがあるって私聞いたことある気がするんですけど、結構もう適当でいい感じですか。向きがあるらしいけど私はナチュラルでいいじゃない、いろんな方向の向きが。結構下の方に植えるんですか。あ、本当は土を球根2個分ってよく2個分とか3個分って書いてある。なんかスレスレなのかと思ったら、だから私に育たないのか。ああ、そうか、うん、外国の人は結構こう球根を見せて植えてるよね。それでも OK だと思いますけど、ここはなんか今は球根を見せるというかぎゅうぎゅうにこうね、あふれんばかりにブーケができる、うん、そんなイメージなので、ぎゅぎゅっと入れます。こんな感じ。はい、最低10個はいるね、これでね。そうですね、これが20センチぐらいの鉢でしたっけ。そうですね、内径が20センチぐらい、20、ね、2センチぐらいかな、うんうんうん、じゃあ最低は10個、うん、そう、はい、で、まあ、土が上に 2,3 個分球根 2,3 本分かずるぐらいに入れます、うん、はい。チューリップは腐りやすいからあまり早く植えない方がいいです。はい。ちなみに四国の私は
も12月末か1月入って中ぐらいに植えてます。あ、そんなに遅くても大丈夫、ね、向こうはね大丈夫ですね。どっちにしろ、球根は寒さを感じないと芽が出てこないので、うんうんうん、成長していかないのよね、うん、早く植えててもずっと中でいるだけで水がかかりすぎて腐ってくると全然ね、発芽も悪かったり花が半分欠けてたり、うん、みたいなことになるので気をつけてください。はい、なるほど。ちなみにこれはチューリップの芽はその苔を苔の下から突き出てくるんですね。突き出てる子もいれば、うん、モコモコモコって上がってくる子もいる。かわいい、こんな風に上がってくる。へえ。そしてでビュンビュンって出てくる子もいるの。なんか面白いよ。多分1月にはそれが見えると思います。へえ、楽しみ、はい、葉っぱが1月から出てくるんだけれども、はい、葉っぱも結構チューリップシルバーリーフなので、さっきのアリス様の真ん中からシルバーのリーフがわさわさっと持ってきた状態も素敵です。で、なんかお花を楽しむだけじゃなくて、その出てくるムクムクと出てくる様とかも楽しむってことですね。今日出てきたかな出てきたかなみたいなのも楽しみだし、うんうん、あとこう葉っぱも綺麗なんだよね、シルバーリーフで、うん、で最後に、ギューッと茎が伸びてきて花芽が出て、それも面白い。花束のように出てくるね、うん、で最後花が咲きかけたらどうするかというと、うん、火に当てるとすぐに終わっちゃうので、うんうん、急いで影に持って行って、うん、長く楽しむ。へー。